ってきたって感じ。カナタ君、カナタ君なのか。生きていたのか。はい、いろいろありましたけど。それで突然で悪いんですけど、水と食料を用意してくれませんか。あとできれば休める場所も。何を言っているんだこのトガビトめ。やめてください。石つぶての雨あられとは大した歓迎だな。カナダ、お前が何をやったか知っているぞ。この人殺し、コーディさんを。あんなに立派な人を殺すなんて。しかも実の息子が。それは、聞いてください。実は父さんは。トガビトの話に耳を傾ける必要などない。トガビトには裁きを。罪で汚れた者が村に近寄るな。ダメだ、話を聞いてもくれない。いたぞ。やはりここに現れたか。騎士団追ってきたの。仕事熱心で結構だな。切り開いてみせる。ヘルスクロー。受けてみろ。技術はハッピーな夢だけとは限らないぜ。炎よ燃え上がれ。熱波転送ヒートをつける。限界を超える剣を吠えろ。雷神総評がだけ。おいな。生きて抜ける。みんな話も聞いてくれないんだ。理由なんざ誰も興味ないってことだろ。トガビトがいる。裁きを受けさせたい。みんなで一緒に声を上げて、こいつらにとってはそれが全てなんだろうぜ。さぞかし気持ちいいんだろうな。罪の理由なんて雑音、耳に入れたくないくらいに。そんな。手間をかけさせない。ヘルスクロー。炎よ燃え上がれ。熱波扇風機。切り開いてみせる。転職。受けてみろ。尺をつける。限界を超える剣を吠えろ。雷神総評が。行こう。そして全身で電撃秋田ザメ。瞳だ。グレンシューデッキ。あっ、いつでもいける。容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルペイン。
必ずトガ鬼を捕らえろ。トガ人の少年も逃がすな。キリがない。このままじゃ。トガ鬼はともかく、お前の方はもう限界のようだな。はい、騎士団の皆さん、そこまで。これ以上俺たちに手出しするなら、ここにいる村人一人ずつ殺すけどいいか？何？ビシャス、何を言ってるんですか？どうせこいつらにとっちゃ俺は大罪人のトガ鬼なんだ。ここで数人殺しても今すらどうってことねえだろ。トガ鬼、トガ鬼って、あの町や村をいくつも消して何千人も殺してきたっていう。違うんだ、ビシャス。そんな、やめろ。村の人たちから剣を引け。ん？誰お前？クレス先生。カナタ、どうしてトガ鬼なんかと一緒にいるんだい？それにお父さんのこと、僕は君が理由もなしにあんなことをしたとは思えない。それは今だ。隙を見せたな、トガ人。しまった、やられる。おっと、させねえよ。ビシャス、ありがとうございます。礼ならいらねえよっと。ビシャス、何よ。貴様、何のつもりだ。おっと、動くなよ。こいつを無事に返してほしけりゃおとなしく死ね。何だと。ビシャス、どういうつもりですか。あっちのチビ騎士の言う通り、お前も限界じゃん。ここはさっさと切り抜けとかねえと死ぬぜお前。まあそういうことで、一番楽に切り抜けられそうな方法がこれってわけ。そんな理由でこんなこと。うっせえよ、人質はおとなしくしてろ。カナタ、こっちは払えって払えってもう死にそうなんだよ。まともにやり合うのめんどくせえじゃん。あんた結構強いみたいだし。さてどうする。トガ人のガキ一匹なら見捨てるのが利口ってもんだが、できねえよな、優しい先生には。卑怯な。そうそう、それでいいんだよっと。クリス先生。さすがに身動き取れなきゃそんなもんか。急所は外しておいてやったぜ。ご立派な先生に敬意を表してな。ビシャス、なんだよ。今度は礼を言っていいんだぜ。ビシャスのことみんながひどく言ってたとしても、きっと誤解なんだって。本当は悪い人じゃないって思ってたのに。知るか、お前の想像した俺を勝手に押し付けるんじゃねえ。お前はやっぱり悪人だ。どうしようもないトガ鬼だ。お前も一緒だろ、親殺しくん。さて、邪魔者もいなくなったことだし、改めてどうする。騎士団さん、決められないなら村人一人ずつ殺してみてやろうか。どこまでも卑劣な。どうやらここは引くしかないようだな。ああ、人命が第一だ。総員撤退する。じゃあな。食事だ。水もある。お、あんがたな。でもちょっと肉が足りないんじゃね。
あと酒、この村で一番いいの持ってこい。すみません。何謝ってんだよ、カナタ。俺ら今支配してる立場なんだから、もっと偉そうにしねえとダメじゃん。こんな恐怖で縛りつけるようなやり方は間違ってる。みんな怯えてかわいそうだ。だってこうでもしねえと食事出てこねえし。さっき騎士団が撤退しなかったら本当に村の人を殺してたの。さあね。とか鬼め、お前も同じだろ、カナタ。ナッシュ、無事だったんだね。あの後部屋に戻って傷の手当てをしてたんだ。そしたらミゼラが来て、台所から火の匂いがするから逃げようって。そうか、ミゼラは火をつける前にちゃんと修道院の子供たちを逃がしてたんだ。じゃあみんな無事に逃げられたんだね。ナッシュ、一度はみんな逃げたんだ。だけど妹が、ネイシュが、まさか俺があげたお守りを忘れたから取りに行きたいって走って行っちまって、止めようとしたけど怪我のせいで止められなくて。それでネイシュは死んだよ。戻ったせいで逃げ遅れたんだ。そんな、カナダ、お前が火をつけたんだろ、自分が逃げ出すために。お前のせいだ、カナダ。お前があんなことしなければ、ネイシュは、ネイシュは死ななかった。ナッシュ、死ぬべきなのはお前だろ、カナダ。父親を殺して修道院を燃やした罪人が。ナッシュは知ってたんだよね、父さんが本当はどんなことをしていたのかを。ああ、俺とミゼラは知ってた。他の子はまだみんな小さくて意味が分かってないけどな。お前の親父大嫌いだったよ。仲のいい友達も何人も売られていったんだから当然だろ。だけどお前の親父のこと村のみんなには話してない。もちろんミゼラを売ろうとしたことも。だって理由もないのに親父を殺したってことにした方がみんなお前の断罪を願ってくれるから。そんなに俺が憎いの？当たり前だろ、妹を殺したんだから。お前は死ぬべきだ、断罪されて地獄に落ちるべきだ。なのにどうしてまだ生きてるんだよ。執行者は何やってるんだ。願いが足りないのか、もっともっと断罪を願えばいいのか。どうしたらこのトガ人をむごたらしく殺してくれるんだよ。これはナイフだ、お前にやるよ。さっきから聞いてりゃうだうだと。まどろっこしいんだよお前。そんなに憎いなら自分の手で恨みを晴らせばいいだろう。怒りを人に任せるな。心に芽生えた憎しみはそんなんじゃ永遠に消えねえぞ。ビシャス、試したくなったらいつでもそのナイフを使え。まあもっともこっちも抵抗しないとは言ってねえけどな。トガ鬼の言うことなんて俺は聞かない。逃げたか。ビシャスは寝ちゃったか。この状況で寝れるなんてどんな神経してるんだろう。俺これからどうなるんだろう。考えてもわかるわけないな。俺も頑張って寝よう。少しは体力を回復させなきゃ。おやすみなさい。